はい、皆さんこんにちは、ちでございます。88じゃない、Windows ね、対抗リッチでやっていきたいと思います。吉綱さんはね、男にできんのかな、自信がなくなってきたんですけど、あ、ただでも野戦はもう負けないと思いますよ。正直野戦は全然しばらくの間負けないと思いますね。陛下が多分しばらくの間はね、まだこのゲームの中のデータが熟成しきってないので、足軽ばっかりで来ると思うんでね、しばらくは本当にいけると思いますよ。織田家を裏切る人っているの、これ。あ、かっちゃんいずれ裏切るんだけどね。あ、裏切るだわ、いずれ裏切るじゃないか、序盤で裏切るのか、いっぺん裏切るというか、弟側についちゃうんだよね、ノブリンのね。ああ、ナリリンね、どうしよう。あ、難しいなこれ。原さん、どんな人？まあまあ悪くないんだけどね。お茶しましょうか。あ、素晴らしいと言ってくれました。さあ、武将の噂聞いてみましょう。教えてくれるかな、池田さん。あ、現実を重視するか、ダメだね。だから次は津川さん。お、草刈正雄さんだ。お茶ね。お、この手上がった。来た来た。まあ、武将の噂聞きましょう。はい、剣や鎧と。ちょっと織田をかき乱そうか。かき乱せんかったらちょっともう諦めですけどもね。これ、信兼さんね。あ、信長の弟って出てますね。この人が裏切っちゃうんだよね。あ、違うわ。あ、裏切る方との弟の人じゃないんだ。ああ、もうね、ややこしいんですよね。本当ね。あ、ノブリンか。南蛮が好きなんだよね。信光。この人も、あ、この人は信秀さんの弟。あ、叔父になるんだね。あ、信長による謀殺がささやかれたと。この人いけるかもわかんないね。はい、酒井さん。いや、正直ね、こっから4、5人抜けたらね、すごく大きいことだと思いますよ。佐久間さん聞いたね。ささささん、さっさなりますさんね。かっちゃん。いや、庭長秀さんね、この人よかったね。あ、コロクちゃんね。あ、コロクちゃん欲しいな。林さん。でもまあ、私のあれがね、魅力がないからね。今の原さんだね。島さん？あ、バンさんだ。平手さん？前田さん。あ、芸人さんね。水野さん。多いね、ここ、本当に。毛利さんの。あ、この人絶対ないわね、森さん。森吉成さんね。いい人ですけど。手合わせしましょうか。この人抜けたらいいんだけどね。ちょっと織田とも、織田ともちょっと、ああ、でもね、確かにここで織田をね、弱体化させておかないと、本能寺の変起こらない可能性が高いので、織田を弱体化させておかないと、後々の、ね、過去になっちゃうよね。引き抜いてみましょうか。お、来た！来たわ！前田さん、お茶しましょう。もう、それなりか。コロクちゃん、お茶。ああ、ダメか。太田さん、お茶ね。あ、いやいやいや、好み聞いてんだ。しまった。なんと、これは、あ、もう、敵対しちゃった。セリフでわかるんですよね、これね。もう敵対しちゃったんだよね。芸術品。まあ、茶器でもいいかな。茶器たまに持ってるもんね。ああ、もう3つ来た。引き抜ける？
あー無理か。え、もう織田家私敵視してますよね。あ、まだしてない、してないってことは外交で収めれるのかな。うん、行ってみましょうか。こっそりと忍び込みましょう。ああ、多忙につき、うん、外交できないのね。今多分織田家上がったでしょ。あ、上がって、間違いなく上がってるんです。地図、あ、勢力見ないといけないんだね。これで織田家、あー来たね。人引き抜いちゃったからね。いや、でも抜ける人は抜い、もう抜きたいですね。あ、抜ける人は抜いちゃいましょう。武具ね、のぶりにはいいものあげましょうか。それでご機嫌取りましょうか。あ、来た。あら、いや、私ね、今引き抜きを選んだつもりじゃなかったんですよね殴ろうとしただけなんですけど。ほえー、来ましたか、さっささん。なんと、贈り物ね、武具このもので。ということはノブリンちょっとご立腹かもわかんないね。で、人物見たら、うわ、3ついきなり来たわ。でもこの人はさすがに義理がたいから無理と思いますね。うん、この人はもう義理がたいんで無理でしょう。え、贈り物ね、あなたも武具ね。あ、1しか上がんないね。じゃあ手合わせできますか。あ、できますか。やり、あ、いや、でも、おお、でも着々とですね。おお、ちょっと待ってねもうね、分身3体出しましょう。お、私やばかったじゃない。逃げましょう。これ私バレてる？元踊り無我。あ、そうか、私もともとやばいところになってるから体力めちゃくちゃみんな減ってんのか。え、あ、あなたが止血使ったのに、いや、私バレてる完全バレてるわ。あ、バレてない。じゃあね、止血使っちゃいましょう。お、神妙剣、お、強い強い。お、でも私完全にバレてるね、これ。もうちょっと逃げようか。お、止血分身が使うっていいよね。あ、勝った。お、強い強い。うん、お見事と。さっさなりりんはちょっと、あ、生駒さん、はい、生駒さん引き抜ける。あー、ダメか。あー、島さんだっけ。え、ちょっと待ってね、この、あ、池田さんまだか。あー、この人いい人じゃなかったかな。あ、そうでもないね。武具を好むのね。あー、こんなもんか。手合わせしましょうか。あ、この人もやりか。で、はい、傷薬と。あ、やらなくてもよかったかな、この程度だったら。で、一気にクロスレンジまで入って、あら、うし、一気にクロスまで、おお、刻まれてる。あ、いけたね。はい、運を見事と。あー、弟子に入ってくれるわけじゃないのね。
あとこの人で毛利さんだね。はい、贈り物しましょう。芸術品ね。で、茶器あげましょう。で、あ、全然ダメだね。ノブに会えないかい？こっそり。ああ、会えないか。もう一回。お、どちら様でございますかなと。なんと！でもこれ驚きましたなと。ああ。何番トライでしょう。もうちょっとおべっか使っちゃうよ、もう。ビードル上げよう。うん。はい。おお、これは素晴らしいものと。お、上がった上がった、新水道。どうしよう。でも外交度低いんだよね。手合わせしましょうか。おいっぺんね。あ、やりか、ノブリンも。クロスレンジで一気にいけるかな。あー、ダメか。お、勝った勝った。なんとかなったね。弟子になってくれて嬉しいけどね。おほほほ、ほんまに来た。お主方の者が我が弟子になってくれた。こちらも関係ず。うわ、ノブリンのお師匠様と言われるようになっちゃった。じゃあね、もう堂々と正面から行っていいんじゃないの。堂々と並びましょう。普通に入れるわ。いや、もうね、もういいかじゃ与えよう。はい。で、外交しましょう。もう親善。ちょっとノブリンとは仲良くやってね、人引き抜きたいんで、仲良くやって人引き抜けるかどうかもちょっと見てみたいね。はい、1万3000貫でどう？はい、無の心ね。これで、いやー、ほんと、二枚舌外交みたいなことしてんのかな。あ、織田が入ってないもんね、まだね。ここに。あ、織田まだ足んないわ、お金が。これから織田に貢ぐためにお金を稼ごう。で、裏でどんどん武士を引き抜くと。武士を引き抜いていくという感じでいきましょう。さあ、なんかやりがいが見つかったね。働くやりがいが見つかりました。どん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 、ノブリンに。正直、ノブリンをね、面と向かって敵に回したくないので、ね、めっちゃ怖いんで。なのでお金で部下を売ってもらいましょう。感情を逆ですることなく。28巻ね。でノブリンを弱体化させていきましょうか。ゆっくりじわじわ真綿で締めるような感じで。ここは、あ、面があるんだね。ちょっと今週はその流れでいきましょうか。いやー、一人抜けましたもんね。二人抜いたのか。小田から二人抜きましたからね、人をね。まさか二人も抜けると思わなかったね、こんな短期間で。なので、これは瀬戸焼きですね。いいんか、いますか？めぼしい人いませんね。あ、岡崎か、今私言ったの。あれ？針、安く売ってなかった？あ、これダメだね。面が14巻安くないかな。9巻で買ってるけどね。もうちょっと化ける気がするんで、ちょっとここやめましょうか。井の口、あ、松倉行きましょう。はい、売却ね。はい、あ、陶磁器安い。あ、面かもダメだ。全然ダメだ。じゃあ富山で売りさばきましょうか。はい、売却ね。はい、当時期20。面か、やっぱり17巻までいきますよね。もうちょっといけそうな気もするんだけどね。19巻ぐらいまでいかなかったっけ、面かって。で、ここでは、復活してるもんないね。やめときましょう。で、本拠に帰還で。で、どうしようかな。はい、殿お帰りなさいませと、締め終えられた方がね、帰ってきましたよと。妻と話しましょう。津川さんは芸術品を好む。ああ、そうなのね。ありがとう。津川さん知らなかったんですよね。さっき、皆さんの、津川さん以外のものを教えてもらいましたから。なので、じゃあね、表情の前行って、人事。お、あ、東京さん、来た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 。はい。嬉しいですね。サムネ大賞になりました。やっとだね。
で今のこの状態、兵士数も結構増えてきました。だったらやっぱりもう、富国はもうそろそろ終わったかなというところで、この人、いや神殿開発お願いしたい。もうこれマックスにしたい。お願いします。で私はまたノブリンとこだね。ノブリンどうしよう。あ、ノブリン今お出かけ中か。外交でお金稼いでこないといけないね。ちょっと国庫には手をつけたくないんでね。となると今私が荒らしていない場は、あ、北の方ばらしてないね。確か直江と何かあるかな。あ、そっか、あとあれだね、いろんなとこ回っていこう。あの北条さんじゃないや、今川さんとこもいいよね。なんでございますかって、あなた長尾さん、あ、今影虎さんでしたっけ、違ったかな。はい、売却ね。あ、ないのね。で漆10貫で、これすごく金かかりそうだね。織田家を怪獣というか骨抜きにしようとするとね。え、民家、あ、この人どうしようかな。イベント的に、あ、不在だわ。どうしちゃおうかな。あ、上杉家敵に回しちゃ怖いね。最上さんとこね、正直ね、上杉には強くなってもらうと困るので、これね、これ以上強く、あ、でも武田もすごいもんね。あ、そっか、そう思うと武田も骨抜きにした方がいいのか。でも武田ね、あ、時間よくなっちゃったね。武田の人って裏切らないと思うんですよね。前もちょっと山形さん行きましたけど、あ、おぶさんか。厳しい気がしますね。じゃあね、 あとあれか、あ、真田さんか。じゃあね、とりあえずこの辺で終わっておきましょう。どうもありがとうございました。